下でこのレイからホームランを打っている浅村です。これはもう文句なし、第6号勝ち越しのホームラン。本当打った瞬間という。そうですね、この回始まる前にこの回になんとかね点をって言ってたので、はい、ね、いい感じで、うん、ホームランという形でね、そうですね、2点取って、それも2アウトになってからの、そうですね、2アウトから2点、はい、気持ちいいですね、今のスロー見ましたけれども、はい、あ全然関係ない人が武藤さんやってましたね、はい、やってましたけどね、はい、浅村君がやってくれたら別にやってもいいんですけど、はい、今はそれでもこう変化球がちょっとこう甘いところに行きましたか、チェンジアップですかね、はい、今日のキーになっている、ただベルトの高さでした。そうですね、まあ、そしてこれだけのフルスイングといいましょうか、豪快なスイング、見てる方も気持ちが良くなります。気持ちですね。そうするとここも中村選手にも期待しますよね。かかりますけどもね、はい、ただ菊池からすればこう、ね、ひっくり返してもらいましたね。そうですね、そして中村を迎えて、まあ、先ほどの浅村の時もそうでしたが、外野センターの福田、そしてレフトの増田はもう振り返って3歩ぐらいでフェンスかなというね。そうですね、もういっぱいいっぱいに